通信科職種機詳と部隊省通信科は陸上自衛隊の職種の一つ。通信組織を構成、維持、管理し、戦闘能力発揮の基盤となるほか、電子戦や体内の映像、写真撮影、通信電子機材の整備等を行う。戦闘支援職種であるが行動の特性から車両の充足率は極めて高い。職種標識の色は青。通信科は 広範囲に分散し、少人数で行動することが多いのが特徴で、実戦における部隊編成は、各通信特技が集合し、通信書を開設、運用する。運用には、平時から綿密に計画されており、各特技が有機的に統合されることで最大の能力を発揮する。陸上自衛隊の通信化における最大の部隊は、システム通信団であり、 各方面隊には、方面通信群または、方面システム通信群が編成されている。さらに、各士団には、通信大隊、旅団には通信隊、第1空挺団、水陸機動団には、通信中隊、各校舎特化群、第15校舎特化連隊には、校舎搬送通信中隊が配置されている。他に、電子戦専門部隊の第1電子隊及び、 西部方面情報隊通信情報隊、職種学校の陸上自衛隊通信学校、教育研究支援部隊の通信共同隊、通信保全を担当する通信保全監査隊、サイバーテロ対象部隊であるシステム防護隊、広報支援部隊には通信電子機材の補給、整備を担任する通信電子整備隊、直接支援隊等がある。それ以外に通信課ではないが、 戦闘職種等の本部管理中隊に通信招待等が編成され、励化部隊と上級部隊との通信を確保している。陸上自衛隊の通信構成には、中東地間の固定通信網である、基地通信と展開した部隊間の移動通信となる、野外通信がある。基地通信と野外通信は連接、頂上されるが、中央と各方面隊間の通信は、 システム通信団、方面体内の通信は、方面通信軍または、方面システム通信軍が担当している。師団旅団内の野外通信は、通信代隊、通信隊が担当する。2021年3月に、電子戦専門部隊として、ネットワーク電子戦システムを配備し、電波の収集。 分析及び相手方の電波利用を無力化して、作戦を有利に進めることに寄与する部隊として、第301電子戦中隊が、西部方面システム通信軍令下に新編された。現在、通信化特技は、以下の5つに大別される。システムは、通信化特技ではないが、自衛隊では通信化職種部隊の中に存在している、場合が多いのでここに記述する。 この多条期特技を保有しながら、電子戦や映像写真業務に特化した隊員もいる。特技区分については、近年の通信技術の革新が著しく、現状では対応できない側面が露呈していたために、将来的な特技の統合、新設等の研究が重ねられてきたが、31、中規模期間中にシステム通信会変更される予定である。ありがとうございます。